はい、お疲れ様です。よろしくメカドックが全3巻で DVD リリースされてましたんで、ちょっと買ってみましてね。これブルーレイもあるみたいなんですけども、私の場合は DVD で買ってみました。というのがブックレットが付いてるんですよね、こう大きいやつが。で、こちらの方には1話ごとの解説と、あと設定資料集が付いてますので、まあ、それぞれのキャラクターをね、細かく知ることができたりとか、登場してきた車のことがわかるということなんですよね。まあ今にしてみればちょっとそれはないだろうみたいなものも結構あったりするんですけども、まあ当時のね、この車ブームというものに関しては最大限その魅力を引き出してくれたんではないかなと思います。で、車のアニメっていうとね、代表的なのが、まあ、ほとんどちょっと私思いつかないんですけども、これがまあものすごくいいんじゃないかなと思いますね。で、シャコタンブギとかね、なんか F とかあると思いますけども、まあこのよろしくメカドックっていうのは近くの車屋さんですよね、街の修理屋さんっていうのが、まあ、一つ軸になっていて、で、そういったメカドックっていうね、チューニングショップからレーサーが出るとかね、F1 を作ってみたいとか、そういったなんか夢がすごく広がるんですよね。で、ストーリー的にはまだまだ先があるよっていうところで終わっちゃっていて、続編も作れなくはないんですけども、随分時代が過ぎちゃいましたんで、今から続編難しいかなと思うんですが、どうなんでしょうかね。あの昨今のリメイクブームに乗って、あのメカドックのあれから5年後とか10年後みたいな感じで、全く新しい展開で作ってみてもいいんじゃないかなと思います。でね、私このよろしくメカドックを見て思ったのが、その声優さんがね、とってもハマってるなと思ったんですよ。みんなそれぞれイメージ通りの声を出していて、で、まあ鍋さんとかね、渋いですしね、風見純くんとかはこの元気で誠実な性格がよく出てますしね。今それぞれの声優さんどうしてるのかなっていうところと、このメカドックに出てきた車っていうのがそれぞれ名車旧車揃いで、今なかなか手に入りにくくなっていると。で、私の場合はね、ナイト2000のレプリカの方を今持ってますけども、でもこのメカドックのね、あのセリカ WX とかを、あの例の塗装で持ってるのもなかなか渋いなというところでございます。あの RX7 なんでね、那智渡さんとか持ってますけども、あの看板車としてね、それからフェアリディっていうのは鍋さんの車ですけども、それぞれスケボー小町ちゃんのヨタ8とかね、それから早坂優さんのこのミニパトとか、なんか個性を表す車、まさにそれもぴったりなんですよ。で、ストーリー的にも日常の小さなエピソードを扱ったり、スピンオフをやってみたりとか、それから04とかね、あとキャノンボールみたいな憧れのレースをやったりとかしてるわけなんですよ。まあ日本ではこういった自由な車の競技っていうのがなかなか行われにくくって、それからね、サーキットも限られていたりとか、まあ人気といえばそんなあるわけではないんですが、アニメの中で十分に暴れまくってくれたんじゃないかなと思います。そしてこのアニメのよろしくメカドックなんですけども、これでも物足りない方はね、ぜひ漫画本の方を読んでいただきたいと思います。ちょっと入手が困難かもしれませんけども、漫画本はさらにね、あのイメージを広げて、まだまだストーリーが続くところで終わってます。ただラストシーンはまだ続編ができるような形で名残惜しい感じで終わってるんですよね。だからこれからも続いてほしいなというアニメの一つです。どうですかね、リメイク、どなたかやってくれませんかね。それではよろしくメカドック、これからもたびたび見させていただこうかと思います。あ、ちなみによろしくメカドックの続編がなんかで出てましたよね。私もムックを買ったんですけども、なんかちょっと嬉しいなっていうところでございますね。あの現代版のよろしくメカドックみたいな感じで、平成2005、6年に出たと思うんですけどもね、1話限りの続編でございました。その辺も合わせて楽しんでいきたいと思います。